注意、この動画にはゴア表現が非常に多く含まれています。流血首ちょん突死欠損、きつい処刑モーションが大量に含まれています。ご視聴の際はこれらを留意した上でお楽しみください。突然ですが作戦会議を開始します。わざわざこの編集使わなくてもいいだろ。形から入っていきましょう。で何を会議するのさ。やることは変わらないんだから議論するようなことなんてないと思うが。本気で言ってる？刀剣の世界に近代兵器持ってくんな。まあこの動画をご覧の方はすでにご存知だと思うのですけど、大変苦戦しております。うん、まあそれは間違いないな。これは復帰得点ボーナスタイムが終わってしまったからだと思われます。フォーナーにそんな得点ないぞ。いや実はあるんですよこれが。ほう、じゃあちょっと教えてくれないか。レート低い部屋にぶん投げられる得点です。おうおう、間違っちゃいねえ。そして連勝が続きました。それでレート戻ってきたよな。これから先苦戦することが予想される。すでに苦戦してるけどね。そこで私は考えました。この窮地を脱する方法があるわけだ。そんじゃ教えてくれ。では聞いてください。初心者連れ込んでレートを下げよう作戦です。キルティ。レート警察です。レートを下げて目標を達成しようとする異変を察知しました。これよりペナルティを課します。え？え？わー。茶番でペナルティ発生するとは思わなかったわ。いやそれはそうなんよね。そうこのままやるしかないのか。まあやることは変わらねえ。やるしかねえってことですねー。でも2対1はきついんだよ。言い上げ終わったら行くわ。ノンチだなき様、相手はシュゴキと。先生か、この場合警戒すべきはシュゴキ。私と同じスーパーアーマーでゴリ押しタイプのキャラだからな。さらに高速攻撃も持っている厄介な相手。とはいえ先生の横丁は効果力なのでそこは注意したいとこ。いやこいつらの連携めっちゃ嫌だな。なんか的確に体力だけ削られる。あの霊夢さん来ていただけたりしませんだ。あっこちゃんだよ。いやアホほど痛いわ、やめろ。呼んだ？おっ、エクセキューションしてるじゃん。ごめんこれ NPC。 紛らわしいなおい。いや早く来てくれこっち。そんなに耐えられないかもしれないぞ。ほいほい今向かってますよっと。あと3秒耐えてくれるかしら。反撃がたまらねえからな。守護機は任せてもらおうか。よっしゃこっちも反撃たまった。増援感謝する。今から反撃だ。本当によく持ちこたえたわねー。ヘビーはこれがやりやすいだけだがな。あっちょっとお前ごと切るわ。うん痛いけど我慢しちゃう。ごめん牽制は弱で仕留める。構わんまずは勝ちにこだわるぞ。おっしゃこれいけるんじゃない。ここ今日キャンセルしてガード崩す。そこで反撃たまるんかい。うわあとちょっとだったんだけどな。追加画面真っ赤じゃん。ワンカン圏内だから超怖いわね。ごめんさすがに距離取るわ。全然大丈夫。そろそろ反撃消えるから準備。これ普通に殴れないかな。うわなんか横槍が。あの野郎せっかく霊夢がエクセキューションしたのに。あのさすがに連戦はきついのです。そこで蹴りが来るのは知ってる。合わせるぞ。ナイス追加。そしてこっちも強攻撃ヒット。だが反撃が溜まったか。あまずいかもしれない。くっそ蹴り出せばよかった。殴り続けてもダメか。これガード崩しでキャンセルさせられなかったっけ。そんな小技があったかもしれない。超重要な常識知識な気がする。だが霊夢の分は取り返す。おい荒手が来たって。さっき仕留めた守護機か。守護機増えてるー。楽しくなってきたわね。2体相手はマジでヤバいって。おっ味方来てくれた。助けてー。来てくれたのはオーモンガー。単純な攻撃なのにめっちゃやりにくい相手だね。いやもう味方であれば何でもいいです。てかこの守護機に引き出しタックルで端から落としたいんだろ。だからこの拠点を狙ってると見た。そういうの多いわよねー。ってことで私も来たよ。待ちくたびれたぞ。味方が来てくれた時の安心感。若干心に余裕を持って戦える。ぐっとチャージしてくん。こいつ反撃たまるからスイカ探して。ここはお言葉に甘えさせていただこう。守護機は多対戦に滅法強い。ゴリ押しが本当に強いんだよな。しかし攻撃は大きい。打つか打たないかをしっかり見極めろ。それができたら苦労しないんですけどね。あっやばい、解いちゃった。何してんねん。うわなんか後ろから来やがった。さすがにあの体力じゃ無理よね。よしここは任せなさい。ていうかさっきから同じ場所で戦ってばかりだな。よほどこの拠点が欲しいと見える。まあ渡さないけどね。決定強攻撃入れてさらに強。ようやく振り出しに戻ったわね。じゃこっからだな。お前不意打ちは必要だろうが。まあ何でもありだからね。ていうかまた守護機こっち来てんじゃねえか。いやだっこちゃんやめて。おっラッキー解除されたようだ。ここの連携なかなか難しいよな。で切って追ってから殴るとちょうどいいから覚えておこうな。私たちの研究の一端を開示するな。おいこいつ過激派だったわ。てか反撃恐れて一人ずつの怠慢になってね。こちらとしてはコース棒すぎる。ふふふ、そんじゃかかってこや。一体ずつ相手して仕留めて死んでよう。おいそこの見ていていいのか。守護機ちゃんもうやられちゃうよ。この蹴りは最大ためが本当に回避できないんだよ。いや切り替え弱攻撃うますぎだろ。さすがにその攻撃はわかる。変な味方今寄ってくるんじゃねえよ。もう少しで全員やれそうだったのに。ああオーモンガーのスキル発動したわね。周囲に弱ダメージを与え続けるやつ。おーいー、勝ったけど嬉しくないんだけど。これは仕方がない。いややられてんじゃねえか。エクセキューションはされてない。てかの武士で戦うのむずくね。むずいよな。や
やっと70台乗ったぞ。クソったれ。ナイス。霊夢さん、A 拠点の牽制強いんだけど、こっちは着実に勝たせてもらうぞ。いや、ノーダメージで守護機倒したのかよ。ヘビー同士だとストギリの方がタク多いからな。超キャンセルして弱。さあ、やっと倒せたこいつ。今ステップ強出てたからタイミングミスったら死んでたな。のぶしめっちゃきついんですが、この試合は守護機倒して終了。さあ次行くぞ。次、今すぐにでもキャラ変えたい。ここかぁ、あんまり好きな場所じゃないんだよね。 C 拠点には溶岩があるし、 A と C の通路には即死トラップがある。まあ私は C 拠点のボスやっとくわ。じゃ私はいつも通り B から A に登る形で行きましょうかね。お、なんか瀕死の敵発見。あ、それ私が体力削ったやつです。あなたやられたのね。でもエクセキューションは取られてない。じゃそのおこぼれもらっちゃいましょうか。チャージ蹴り技これで外れるんかい。でも次の攻撃前ステップだろ。わかってんねん。セリフ強い。さあ B 上げしたから A 拠点来たよっと。相手は牽制だけど前半で戦った相手ではない。さあ実力はいかに。あ、こいつクソ強いっすわ。ていうかの武士の攻撃全部見切られてそうな気がする。なんでの武士って見切られやすいんだろうな。ちょっと変わるんだと思うけどね。でも攻撃ミリセックは他の奴らと遜色ないはずなんだが。やられやすいからってことで自主的に練習してるのかもな。ねえ、それ無理なんだけど。いや、この体力でどうすればいいんじゃ。反撃貯めればいい。なんて？なんでもない。戻ってきたらなんか戦っとる。こいつで戦闘訓練してないからちょっと苦手なんだよな。まあ攻撃かわせばいいだけの話だけど。それができたら苦労しないんじゃよ。おばあちゃん、デカスタンスキル持ってんのか。いや、なんかパリーしたら足元に爆弾が落ちてきた。何その独特なスキル。あやで味方やられちまった。うわー、 B 拠点取られてるから全員こっちに来るかもしれない。難儀な話だな。ごめんなさい。マジで調子悪いな。どうした？いや、の武士でエクセキューション狙うと本当に勝てなくなるんだって。ブヌーン対1。だが相手はセンチュリオン面倒だな。もう一体いるの忘れないでね。あいつに負けたことねえんだけど。デカさん対1か。これはさすがに厳しいかもしれない。でも味方集まってるっぽいよ。なんとか耐えられるか。いや、守護切ってくれたけど敵4人集まってんじゃねえか。こりゃ標的切り替えで順々に削っていくしかねえな。私復活したらどうしよう。B 上げしてくれ。期待しないでね。B 上げだけだから自信持って。こっちはなんとかするから任せろ。無線チュリオンは巻き込めなかったか。だがここで弱2連、これが意外と入るんだよな。あやべ、ガードできなかった。とりあえずステップ強で。あ、やったぜ、運よく仕留め。次牽制来るのは勝ってんねん。今のガードできてなかったらまずかったな。だけどなあ、私知ってるんだよ。ノブシ対処できるやつって突き技対処できるだけって。こらスーパーアーマー付き斬撃と蹴り技はお前対処できないだろ。ステップするだけならガード方向意識しろ。一切りに回避ステップすだしは NG な。あー、やっとこの戦闘終わった。まあ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 、霊夢もノブシじゃなかったら勝てる。今ノブシ使ってるからこれで勝てる方法教えてくんない？私の辞書にはないです。ノブシもしかして弱い？初心者狩り用なんじゃね？不名誉すぎるだろ。よし、そんじゃ次は反撃だ。敵リスポに近い A 拠点踏むぞ。よし、今度こそ倒してみせ。おかえり80代。ピエン？いや、今崩壊中なんですけど。これは負けが確定している戦いだ。だが私たちは勝利にこだわっているわけではない。勝ちにこだわっているのだ。まあそれも負けてるけどね。てか、あと一回やられたらプラマイゼロで終わるから頑張ろ。お前が頑張れ。いや、わかってはいるけどもむずいんよ。クソ、センチュリオン久しぶり。ていうか武器のリーチ仕事してくれん。絶対もうちょっと距離取れるだろ。つけ立ちするぞ。おっしゃ、これで強攻撃出す。中にいるやつしばくぞ。なんかスキル使ってるっぽいな。どんなもんだったか忘れたがまあいい。増援が来る前に仕留めるぞ。いや、もうすでに来てます。人数有利の間に仕留めるぞ。あ、3人目やってきました。なんなんだよ。味方守護機頑張ってくれよ。対戦で強いお前が頼りだ。ニッチェットして使用するわね。まあ体力で受けて攻撃するタイプではあるけど、とりあえず一人仕留めた。こいつもなんとかなりそうだな。さて牽制覚悟しろ。煙玉使用しても無駄だ。お前の動きはすでに理解している。散々やられたやつが何言ってんすか。だけどそろそろ反撃来るな。ガード崩しして時間稼げないかな。いや、弾かれてますやんけ。超絶痛いです。この牽制なんとか仕留めたい。私が仕留めたい。まあやられっぱなしだったからな。だが今は崩壊中だからわがままは言わないでください。アッシュ沖のダッコちゃん、この体力ならこれでいいだろ。ナイス。よっしゃ、次に来る敵はあれを使う。体力回復したいからね。そういうことだ。ではその犠牲者になるのは誰かな。センチュリオンいらっしゃい。霊夢時間を稼げるか。はいはい、任せて。隙を作りますよ。準備よろしく。いつでもいけるが、まあそろそろ撃っとくか。全本爆だー。
こっちに拷問が、なんか今調子が良くなってきた。狭い空間はやりやすいかい？微妙。あ、そうっすか。だけど毒で結構削った。今後がいい感じに入って。体力回復阻止したくてゴリ押しで中に入ってきたな。私もそれよくやるわ。スイカに合わせてステップ強。まだまだ来るよねー。てかさっきの種を崩壊状態で単独行動したのか。うわっははそりゃ無理だわな。よしスイカ頼む。無論理解している。ステップの後こっち来るだろお前。ほらね、タイミング噛みすぎる。霊夢のガード崩しに合わせる。待って、後ろから投げ物投げられた。お前なんでそんな長いやつ選ぶねん。ごめんついてて。それ絶対止められるよ。一切りでも殴りや蹴りだと普通にキャンセルさせられるからな。あーでもさすがにこりゃ無理だな。私もさっきやられちゃったからね。エクセキューションされてないからそこだけが救いだけどさ。後ろから投げ物はさすがに回避できないしな。おっと天地のお出ましか。じゃあの、このシリーズ初の敗北。進んだカウントはたったの3。でもプラスには転じているんだな。ってことで高評価チャンネル登録ぜひぜひによろしくお願いいたします。いつもの勢いがない。